皆さんこんにちは、ゆりチャンネルのイチローです。今日は皆さんに大事なお話があり動画を回しています。突然のご報告にはなってしまうんですけど、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。早速なんですけど、僕の彼女のゆりななんですけど、実は数週間前から入院をしています。いつも YouTube を見てくださってる方々だったらご存知だと思いますが、もともとゆりなにはいくつか持病があって、毎日お薬をこう何種類かこう飲んだりだったりとか、定期的に通院をして日常生活を送ってます。もちろんね、毎日お体には気を配って治療に励んではいるんですけど、突然こう薬が効かなくなったりだったりとか、合併症って言ってもともと持ってる病気、持病がこう何かしらのこう原因だったりっていうのがあって、また別の病気を引き起こしてしまうっていうことがゆりなにはあります。昨年も持病の合併症で数週間ぐらい入院をして、そこからステロイド治療など様々なね治療を乗り越えて、ここ1年はこう大きく体調を崩すことはなかったんですけど、数ヶ月前からコロナウイルスの影響もあって、こう愛知県の病院に通院することがこうなかなか難しいっていうこともあって、体調を崩すことが多くなりました。本人のゆりなもまた病気が悪くなっていったらっていう不安とか、 YouTube を投稿できない申し訳なさから、ゆりな自身の精神状態もすごく不安定で、持病以外にもいろいろな症状があったので、名古屋の病院から東京の病院にセカンドオピニオンをしたところ、持病の合併症により肝機能の異常が見つかって今回入院することになりました。他にも物が二重に見えてしまう症状だったりっていうのも出てきて、もしかしたらこう脳に異常があるかもわからないっていう、そういういろんなこう検査とかもしていかないといけないっていうのもあって、今回は約1ヶ月入院することになりました。正直ね、1ヶ月ってすごく長いし、僕自身すごく不安だったんですよね。その1ヶ月って短い期間じゃないし、でもゆりなは前向きにね、治療を頑張って自分の病気と向き合いたい、だけどお仕事もおろそかにしたくないし、できることは頑張りたいということだったので、ゆりなが入院するまでの数日間っていう、まあ、すごい短い期間ではあったんですけど、できる限りのため撮りは二人で頑張って、ここまでたくさんの動画を投稿することができてました。今はゆりなと離れて結構経つんですけど、その都度その都度 LINE ができるときは、今大丈夫、どういう状況なのとか、検査結果どうだったとかっていうやり取りはしていて、もう本当に毎日自分の病気とこう向き合いながら、もう本当に LINE からでもゆりながすごく頑張ってるんだなっていうのはすごく伝わってきます。それで本当だったらね、ゆりなが入院してる病院にこう毎日毎日お見舞いしに行きたいんですけど、残念ながら今こういうご時世っていうのもあって、コロナウイルスの影響で面会が今もう一切禁止っていうことなので、ゆりなとは入院してる間約1ヶ月間なんですけど、まあ、一切会うことが許されてないっていう、まあ、ゆりなとこう付き合って1ヶ月会わなかったことなんて一度もなかったので、まあ、僕自身すごく不安で、もちろんすごく寂しいしね。でもゆりなはもう本当に約1ヶ月間の間もう誰とも会わない、もうシージュにも会えないし、もちろん友達にもそうだし、親にも会えないっていう状況で、すごく僕よりも心細いと思うんだよね。だから僕がそんな弱音を吐いてる場合じゃないと思うし、会えないけどサポート支えていけたらいいなっていうふうにはすごく感じてます。実際に会いに行くことはできないんですけど、僕に何ができるかなっていうふうに考えた時に、 YouTube を通してゆりなのことを励ましてあげたりだとか、あとはゆりなもすごくシージューに会いたがってるので、もう毎日毎日シージューのことを写真撮って送ってあげたりだとか、
もう本当に些細なことでもいいので、ゆるなの入院生活が少しでもこう楽になる、寂しくならないように、もう本当に支えていきたいという気持ちですごくいっぱいです。それで僕から皆さんにお願いという形にはなってしまうんですけど、インスタグラムの DM とかゆりなに励ましのコメントだったりっていうのを、あのメッセージという形で送っていただけるとすごく嬉しいです。本当に何事もなく帰ってきてほしいっていうのが僕の本当に率直な素直な思いだし、まあ、早く治ってほしいっていうのもあるし、できるんだったらね、ゆりなが今感じてる苦しみだったりとか痛みだったりっていうのを僕が変わってあげたいなっていうふうに、まあ、すごく思ってるし、僕が弱気になってちゃダメだと思うんだよね。ゆりなを支えるってことが今の僕の一番の役目だと思ってるので、少しでもいいのでね、ゆりなの体調とか心のケアができるように YouTube を通じてだったり写真とか送ったりして、ゆりなのことをね、サポート支えていけたらいいなっていうふうに僕は思います。はい、今回こういう形でのご報告になってしまったんですけど、最後まで聞いていただきありがとうございました。